じゃあ早速こちら、はい、第22回ですね、成人式の、長自慢着付け、帰ってきても着崩れしない、本当に大事。自分も初心者の着付けの初心者の時に、お客さんについて行ってついて帰りたいなと思ったことが多々ありました。ではですね、ちょっとなんかですね、どうやら裾の方まで長自慢は使わないので、下は見えなくてもいいかなと思ってます。補正は前回やったような補正の形になって、前回までにやったような補正の形になっております。で、まあ、着付けていきましょうですね。長自慢、今日はちょっとね、練習用なので下線のものを用意しております。でちょっと襟の付きも悪いんですけど、まあ、柄の半襟の付いた時の襟の合わせ方とかもまたやりたいなと思うんです。今回はとりあえずこれでいきたいと思います。着付ける時ね、いつも言ってるみたいな感じで広げて、で袖が下に真下に落ちるような状態。着物ってこう広げると袖が真下に落ちてくれるので、そのままそこの中に手を入れていただいて、両方入れてから肩にかけてしまいます。でまずは背縫いを決めていきますが、背縫いを決めるときとかも、皆さんどうしてるかなと思うんですけど、教室のお生徒さんたちも皆さんこうグーって見るんですよ。でできたら襟を決めるときっていうのは、こうやってね、背縫い決めるときっていうのはグーって見てしまうと分からなくなってしまうので、できればちょっと俯瞰してみたい。俯瞰しても分からなくなってきたら、この首とかを見たい。髪型はね、最近左右非対称の髪型が多いので、あんまりちょっとおすすめではないんですけど、この首のここの横のところを見て、そこの真ん中を探してスーッと降りてくると真ん中が見つけやすいかと思います。じゃあ真ん中の方決めていきました。私今真ん中背縫い決めました。で襟の抜き具合なんですけども、最終的に理想的な今標準、時代によってちょっと変わるかなと思うんですけど、だいたいよくね、仕上がりで言うと拳1個か1個半ぐらいまでっていうんですよ。最近はね、実はちょっと抜き目です。拳1個もよくどうやって測るのって言われるんですけど、盆のくぼ、この首の後ろのところからよく拳1個というふうに言います。振袖自体はそんなに、なんていうかな、新成人が来たりとか未婚のお嬢さんが来たりとかするので、あんまりこう色っぽくしてしまうと、色っぽい新成人も多いんですけども、ちょっとクライアントさん的には、なんていうかな、清楚に仕上げたいんじゃないかなと思っております。昔からはだいたいそんな感じですね。なので最初仕上がりでいうと、だいたいこう拳1個ぐらいになりたいなという感じになるので、でこれ最初からこれぐらいにしたかったら、これだけ抜いててはダメなんです。特に打ち抜き方の場合は、ちょっと物足らんぐらいにしておいてもらう方が、ちょっと手はみ出してるよぐらいにしておいてもらう方が、後でプレスしてきてしまうのでちょうどいいです。背縫いを真ん中にして、あと襟の角度、ちょっと物足らないぐらいの襟の角度を決めたら、今度は、ピンチで肌着の縁のところにね、ちょっと留めてしまいます。これ留めなくてもいいんですけど、私一人で着付けることが多いので、出張の着付けとかの時もこういう風な感じで背中の真ん中で襟の縁に留めておいてあげると、襟合わせの時も前に来ないですよね。というので一人着付けが多かったんで編み出した技になります。であともう一つ、一番忘れるよって1回目の時にもお伝えしてたんですけども、ここの首の横のところは必ず引っ付けてください。こっちですね。こういう風にね、襟が開いてるとカパッとした襟になってしまうので、首の横は、襟を寝かせて引っ付いてあげる。そうするとちゃんと首の横に引っ付いた状態になります。あともう一つ、よく首食い込むっていうご相談があるんですよ、着付けしてるときに。なんでかっていうとね、襟が抜けてないとここ首食い込みやすいんですよ。エモンがちゃんと抜けてると、前でしっかり合わせても食い込まないので、それはまたちょっと小ネタでいつかやりたいと思います。なんかね、襟を立てる、寝かせるとかっていう話ではなくて、エモンが抜けるとおのずと襟は寝転ぶよねという話って感じです。なので、とりあえずはここの横のところは寝転がしてというかね、横に平らにして引っ付けてしまいます。で、次、前のところですね。襟合わせ、右左で着付けていきますが、ここら辺は本当に普通の長襦袢と変わらないんですけど、持つ場所が胸のトップのところか、最低限トップかトップよりもちょっと上ぐらい。でね、よくこう、すごい下のところを持ってやられる方いてるんですけど、こうするとどうなるかっていうと、だってね、カポカポの襟ができるんですよ。ここが浮いちゃうんですよね。それがすごい嫌なので、爪のトップがトップよりもちょっと上のところで引っ付けた状態から始めます。まず右の方からしっかり立ち、次左っていう感じです。この状態やと、なんていうかな、当たってはいるけど食い込んでないという状態になってます。で一度閉じたら、次に今持ってるところはずっと変えずに本当はやりたいんですね。でこのまま同じ高さのところを中で持ってもらって、
なぜ同じ高さを持つのかというと、着物って左右対称がいいじゃないですか。だから着付けてる方も左右対称にした方がいいよねっていうことになりますね。ここをね、高さ違って持ってしまうと力のかかり方が変わるので、襟が左右ずれたりとかします。で、次ちょっと正面にちょっと背中向けますね。90度ぐらい、で、襟を決めてしまいます。決める襟の形を決めるですね。で、この時に、なんていうかな、中の方だけ、中の方までちゃんとまっすぐなってるかを見ないといけないので、結構これで押さえてしまうとずれないんですよね。だから本当に中までまっすぐかどうかで、結構ね、角度的に言うと、胸の、まあ、トップのところ、今ここなんですけど、トップのところここにしちゃうとどうしてもこう V っぽくなってしまうんですよね。こういうふうな感じになってしまう。なので、胸のトップとかではなくて、胸を包み込むような感じでしっかりと襟合わせをしてあげます。本当はこうやって横に立ってはダメですよ。何度は真ん中に、まあ、正面にこう私やらせてもらうと、こうやって立って襟合わせもね、角度90度って言います。で、最近ちょっと柄入ってる刺繍の襟が多いですよね。大きい柄のやつが多いんで、その時は90度よりもうちょっと深くしちゃってもいいかなって最近少し思ってます。やっぱりいっぱい出してあげたいね。今回は白い襟でいきたいと思うので、こういうふうに襟合わせをしました。胸をしっかり包み込むような感じで左右対称になるように。で、立つ時もよくこう斜めにこう、なんていうかな、重心をかけてしまう人いてるんですけど、本当に足ちょっと軽く開いて、まっすぐこの人に向かって立つという状態にしてあげて、で、合わせてる時とかもね、分からなくなりやすいんですよ、よく。なので、さっきの後ろと一緒ですね、ここの、この横のところ、ここを見てると、だんだんよく分からなくなってきます。なので、ここではなくて、この一番確認しやすいのは首。昔はね、鼻って言ってたんですけど、鼻もちょっとずれてる時あるなと思って、ここの首のところから、鼻よりも近いですよね。ここの真ん中をスッと見て下ろしてきて、真ん中やなっていうのを確認してもらえばいいかなと思います。胸紐、うちの場合は胸紐は胸のすぐ下にかけます。長襦袢の時もですね。結構ね、普段着の紡ぎ着られてるマダムの方たちとかだと、結構胸紐とかも、ウエストあたりのところでやられる方いらっしゃるんですけど、ゆったりした襟合わせやったらそれでもいいんですけど、キュッと作ってあげたいってことになるんやったら、帯の位置もだいぶ上に上がりますからね。あとはもうカパカパさせたくないので、胸のすぐ下にかけてもらう方がいいかなと思います。あと紐をかけるときも、皆さんこう手だけで行こうとされるんですけども、手だけで行かない、胸のすぐ下にかけてあげた後にもう自分の胸で押さえる。で、そのまま紐を後ろに持っていって、今こういう状態、後ろに持ってきました。ピンチはまだついたまま、で、そのまま後ろで。でね、親指でギュッてやられるとこあるんですけど、私のとこちょっと圧変わるので嫌だなと思って。また後で縦に引いて横に引くので、そのまま引っ掛けちゃう。で、あと、しっかりと後ろは締めてあげる。ゆっくり締めると前は締まらないです。しっかり締めて、ここのね、締まりが弱いと、なんていうかな、襟が前に崩れちゃう感じになりますし、あと、伊達襟とか着物をピンチで留めたりとかまずするので、なので、ちょっと、後ろ側、長襦袢の後ろはもうしっかりと結んでもらった方がいいなと思います。なのでね、着崩れないためには本当は腰紐推薦。ゴムがね、どうしても伸びちゃうので、伸び縮みはちょっと私あんまり好きじゃないかな。固定できる方がいいなと思ってます。今前は手が入るぐらい、ゆっくり締めたらね、前は指3本入るぐらいなんですが、後ろはもうキツキツ、こういう感じにね、パツッとしております。で、入れません、左右対称で真ん中にっていうの、さっきも言いました、ここの首の横のところを見て、そこからグッと真ん中を見つけて、そのまま視線を下ろしてあげると左右対称にこうなりやすいよ。ここの間のここというわけでいきました。襟合わせも90度ぐらいに今なってます。で、今胸紐をかけてあげたんですけども、次この後ろのところですね。これはもうピンチ外しちゃいます。私今から後ろ皮やるときに横からやりますけど、本当は皆さん真後ろからやってくださいね。で、引くときね、ここを持ってね、下の方を持って引いちゃうと紐ずれてきやすいので、できるだけこの真ん中のところでシワッとなっちゃって見つかれへんときはね、上から探すか下から上がってきて背伸びを探してもらうと必ず真ん中にいてますので、真ん中のところで、で、胸紐のすぐ下ここのところでぐーっと引くので、今動いたら分かりますかね、だいぶぐーっと引いてあげる。だから最初に引いた時よりも今この段階でもちょっと抜けてるんですよね。ちょっと引きすぎたかも、ちょっと今風になっちゃったかも。行きましょう。
で次、肩甲骨の下ぐらいですね。ここのところ。ここのところはね、実は前の方に行くとお胸があるので、ちょうどこの場所ですね。肩甲骨のあたりのこの場所のところ。これもしっかりと左右対称に持って、ぐーっと見えるかな？私邪魔かな？ストレス層は硬いので、ちょっとあんまり引っ張れなかったんですけども、本当はお胸があるからね、しっかり引っ張ってあげる。そうすると、この繰り腰のところが、体にピタッとひっついてくれるので、この後襟が動かなくなるんですね。まあ、これちょっと実際触ってみてもらわないとわからないんですけどね。で、今度少し横のところなんですが、少し横って言ってるんですけど、背中を3分割するぐらいの気持ちです。後ろ横脇ぐらいの感じかな。目つくちよりも向こうにはいかないんですけども、このすぐ下のところでまたこれ引っ張ります。でね、真ん中からだんだん横に行くに従って量が増えてくるので、引っ張れる量が。でね、こうやって引っ張って少しこんな感じで、ね、引っ張って閉まったってなったら、これ以上このまま引かれへんってなったら、もう一回ね、胸紐のすぐ下に戻ってきて引いてあげると結構引きます。引きたいだけじゃなくて本当に止まるまでっていうのを引っ張ってあげますね。すごいね、肩にひっついてるの分かるでしょ。次、今度この縦のシワも嫌なので、今度は縦のシワ、よいしょ、指入りにくいんやけど、このままいきたいと思います。必ず真ん中から左右対称にグググググと真横のところまで行きたいと思います。よいしょ。何回やってもいいけど、左右対称、もしくはどうしても動きにくくて片方の手動きにくいわとかっていうことであれば、片方ずつやってもいいんですけど、もし片方だけこっちにシワが残ってこっちだけ引きたいっていうことになったら、できればちょっとね、片方は押さえといてあげて引いてあげるとかしてもらった方がいいかな。なんか左右にずれたくないんですよね、すねが。こう3回行った後に縦のシワをぐーっと引く、真横まで。ここのシワをなくしてって言われると思うんですけど、成人式ってお時間ないですよね、あんまりね。着付けのお時間がないんですが、これを真ん中から真横のところまでしっかり持ってくるんだと思えば、勝手に綺麗になります。こまごまこうやって片方ずつ触ってしまうと、左右がずれてきたりとか圧が変わってしまうので、できたらもう一回でぐーっと真横まで行ってしまうか一番いいです。何回かやりたいんやったら、必ず左右歪まないようにしたいという感じ。はい、じゃあ今度前の方ですね。前の方は、襟、後ろのところで、こういう感じですね。この後ろの襟のところ、今ね、すごいここ、真ん中に来てるんですけども、この襟の真ん中のところを持って、後ろではこうやって持っときます。で今度は、私、下前の方からやる癖があるので、下前の方から行きますが、見えるかな？見せなくても本当はいいんやけど、ここ、どこ持ちたいかを伝えたい。胸ひものすぐ下で、この襟の、本当に胸紐のすぐ下を持つ。で、本当はこれめくりたくないんですよね。めくると、こっちの、ね、上前の襟がずれてしまうので、後ろしっかり持ったら胸紐のすぐ下で中の襟を持って、この襟のところだけは斜めの方向に、低い方向に引っ張ります。じわーっとね。で、次に今度は襟外れたところ。襟よりも手前、身ごろ、剣先のところね。じわじわじわーっと、少しずつ。ここのね、中の方は下にそーっと、たるんでる分だけ落としていくという感じです。何回でもこう胸ひものすぐ下を持って、ぐーっと引っ張ってきます。で、これもね、前はね、真横、宮津口のところまでしっかり引っ張る。今、背入ってるから分かりやすいかな。右と左のお胸が違う感じ、分かりますかね。こっち側はまだ引いてないので、中のタオルとか補正とかもずれてしまう可能性があるんですね。でこっち側はピタッと今中でこう、そうか、上でやったらいいか、上でやると本当は中でやってたんですけど、この襟先をまずグッと引っ張って、グッとっていうかピタッとするまで引っ張って、本当は中ですよ、この中でやってるんですけど、手つきでいうとこういうふうに少しずつ落としながら。でね、これもね、どこまで引くかっていうと、真横のところまで、宮津口のとこが真横って感じで引いてあげます。そうするとね、胸の前のところはピタッと今綺麗になってますね。あとね、ここのシワをすごく気にされる方、自走の時とかでも多いんですけど、ここのところの、これ既製品なので、ちょっと余りはあるんですよ。で、すごい岩崎さんに作ってもらったら、ここのところでちょっとね、どうしても余るって言ったりとかすると、こう、ちょっと半月型に塗って、縫い込んでくれたりとかもなさったりもしますので、もともとやってらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、あまりにも自分のお襦袢で気になる方とかは、ちょっとここのところが余るんですって和裁さんに伝えてみてもいいかもしれないですよね。私たちこんなに普段からパンパンに入れないですもんね。
って感じです。でも右と左のちょっとパンパン具合というかふかふか具合というか、前もね今ずれてないんですよね、触ってもこっち側の方はふか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 、下の方までここまで揺れてますよね。こっち側もパンと張ってるのでそんなに動かないですねって感じ。今度反対の手でこの後ろの手で後ろでこの後ろ持ちました。真ん中のところで持って襟をね肩に引っつけるような感じやね、ここのとこでこの繰り腰をグッと引っつけるような感じで後ろで持ちたい、持って、でそうするとこれがずっと土台になる部分になるのでしっかり持って、じゃあさっき中やったので今度上の方今から引いていきます。今度はねちょっと分かりやすいと思うのでこちらの方でしっかり見てください。でも襟のところたるみがなかったらあんまり引けないんですよね。たるんだよね、気つけてないけどちょっと引っ張ったら分かるかな。ピンとちょっとはなったんです。で引きすぎは注意です。いっぱい引いちゃうと襟が歪んできて下に行ってしまうので止まったら終わり。この止まったら終わりを稽古で伝えるの難しくて、結構みんなやりすぎて襟がずれてくるんですよね。であともう一つ実は失敗しやすいポイントがありまして、下前は肌襦袢がだいたい肌着とかは、木綿でできてたりとか補正があったりとかするのでそんなにツルツル滑らないんですけども、今度上前の方なんですけどたるみを取るときに今度は絹の上に絹が乗ってるのでよく滑りやすいんですよね。だから最初仕上げをした時にいつも こっちが空いてる方、襟が左右対称にしたはずがずれてるっていう方はこの上の襟がずれてることもあるかもしれないので、そこもちょっとよくね確認しながらやってみてください。であと少しずつじわっとね止まったら終わりで、どこから止まったらっていうかというとこの肩の圧はねもうここにかかってると私思ってて、ここから後ろとここから前でたるみを取ってあげてるので、これ以上へこまないと思うんで、この圧を取っていってあげてる。念のために前に滑らないように後ろで止めてあげてる。で、じわーっと、何回も今引っ張って、本当はね、これ一回で終わらせた方がいいんですよ。じわじわじわーっと。止まったら終わり。ちなみに、ものすごい早く着付けないといけない時なんですけども、こうやらなくても大丈夫です本当は。この前の襟のところピッピーだけでも本当はいいんですけど、やっぱり崩れる危険性があると嫌なので、あ、これ体入れて頼んだ。実際にやってもそんなに時間変わらないんですけど、やってあげると密着度が違うし中も崩れなくなるので、ちゃんとこれ目安のとこまで引きました。ちょっとこっちもパンってなったら見えますかね、わかるかな。グイッてやると今ズルってこうきます、特に上前の方はなんですけども、こういうふうに今たるみを取りましたという状態で、そうすると補正のタオルであるとか綿で入ってる場合とかも全部プレスしてしまうことになるし、後ろもお胸をプレスしてる感じになるので、すごく綺麗なね胸元がパーンとしてる感じ、わかりますかね。はい、できました。襟はちょっと抜きすぎました。であとは次に、伊達締めを締めてあげたいと思います。伊達締めはもう胸紐がかかっているのでそんなにね崩れることはないんですが、伊達締めの持ち方も一応やっとこうかな。広く持って当てるとこの真ん中のとこスカスカしてしまうんですよ。もしまたご自身で練習してみてくださいね。どれぐらいがいいかっていうと、だいたいこのお胸の幅ぐらいのところを持って当ててあげるとしっかり密着します。縦締めの真ん中に胸紐が当たるようにしてもらって、そのまま自分の胸で押さえて後ろに行きます。でこの袖のところを通るときにどうしても下に行きたいんですよね。こうなんていうかな、もう一回やりましょうか。なんで胸で押さえるのか、胸紐の時もなんですけど、こうやって当ててしまったら自分の胸で押さえて、袖付けが着物は絶対あるので絶対少し下に行かないと通りにくいんですね。で通った時にまた戻ってきてあげる。で後ろはできたら畳んだ方がいいけど、畳めなくてもそんなに問題はないです、うん、畳み方よりはねしっかり締めれるかどうかの方が大事かなと思っております。じゃあ今から締めたいと思います。ゆっくり締めたらね崩れてはこないですね。で結び目も真ん中を避けて2回引っ張って、練習してるときはね最初ねゆっくり動いて練習してあげると、そんで着付けが早くなるのはやっぱり回数やって体が動きを覚えてってしてから早くなるので、最初からトライアルはうちの教室ではあんまりおすすめしてないですね。で縦締めができたら一応かかったんですけど、今度の縦締めの下でもう一度
縦地面をかけた時の方がしっかりと面積で抑えられるので、もう一度後ろで、まあ、後ろに本当当たってね、こういう感じでグーッ、ね、動いたでしょ、しっかりと。でも動きませんまでいきます。少しをこう肩甲骨の下あたりもしっかりと持ってグーッと引きます。足をこのとこも、ああそうそう、綺麗ですね。もうね、着付けをしてあげてる時とかだと本当に肩甲骨の形が分かるぐらい、もう本当にこの人の体以上に膨らまさないというぐらいにしたいです。背をね、膨らましたりとかするのではなくて、足りないとこに足してあげてるだけなので、スリムにというかその人以上に膨らまないっていう着付けが美しいかなと思ってるので、こういうふうにしてあげたいなと思っております。縦地面はね、締めたらもうこう引っ張るだけで、シワはもう真横まで持っていってるんで、ほら綺麗になってるので、もうそれ以上は触らないですね。あまりいっぱい触るのも良くないという感じです。できた。ちょっとこの子を横に置きながら、本当に初回の普通の着物というかの、着付けとかの時の長襦袢とかと備えに変わらへんのですが、失礼しますという感じで、一応長襦袢の着付けですね。まあ基礎なので、なんていうかな、今説明しながらやっててもそれほど時間はかかってないんですけども、何回もやることによってだんだん体が動きを覚えてきて、手順も覚えてってなると思います。手数はもっと減らすこともできるんですが、とりあえずは綺麗に崩れない。あ、そう忘れた。よくないうち着付けした後にね、ここ触ってってうち言うんですけど、この言い方周り、口のところへん、ここのところがね、こうやってね、持っててもね、今隙間できないの分かります？ここのところはね、密着してて土台になる感じなんですね。で、長襦袢とかの上に着物が来るので、これがしっかりと動かないぐらいピタッとしてないと、着崩れていったりとかします。というわけで、今回ですね、第22回成人式の長襦袢着付け、今後もちょっといろいろな種類の着付けのこととかをやっていこうと思ってますし、質問とかいただいたりとかしたらお答えもできますので、よろしければチャンネル登録であるとか、あとまたコメントであるとか、いろんなご希望であるとかも書いていただければ嬉しいです。本日はどうもありがとうございました。ではでは、また。